休み上手になる方法ということで、休み上手っていうのはちなみにどういうことなんですかね。いや、なんか社長さん特に、まあ、大きくないから16億、まあ、30億ぐらいまでの社長さんってほんま休まないじゃないですか。別にその休みの日にパソコン見ることはあかんとも思わないんですけど、はいはい、隙間隙間に見るんですよ。そうですよね、うん、なんかちょっと隙があったらというか、そうなんですよ。僕も海外に行ってもちろんパソコンは見ますしチェックはするけど、でもその場合ってどちらかというともちゃんと、うん、起きて例えば1時間2時間だけ見て、まあ、あとは遊びに集中するとか、要はもうその見る時間決めとくみたいな感じですね。そう、それだけなんですよ。だからそういうのを見てると、ああ今週休むつもりあんのかなとかね、心配になるんですよ。例えば何があるかな、まあ何でもいいんですけど、何かやってるときは仕事しないと当たり前なんですよ。まあそれはそうですね、できないんで。例えば映画見てるとかやったらまあね、そうそうそう、その間はさすがに見ないでしょうから。じゃないですか。ってことは何かやればいいんですよ。休みも仕事みたいにちゃんとプラン立てるってことです。なるほど。